オールブラックの忍者モチーフのアーシャオフショ披露。元 NMB48 メンバーでアーティストの山本彩が1月31日に自身のインスタグラムを更新し、新しいアーティスト写真を公開した。この日の投稿では、アーシャオフショットと書き出し、今回、オールブラックで決めたいという思いがあったのと、アジアツアーも決まったので、グローバルな要素も取り入れようということで、忍者をモチーフに撮影しました、と綴り、髪をポニーテールにし、ブラックのパンツにブラックのレザージャケットを羽織ったオールブラックコーデを披露。クールでかっこいい印象のアーシャとなっている。最後に、髪の毛アップにしたアーシャは何気に初、と報告した。この投稿にフォロワーからは、キャッツアイにも入れそう、かっこよです。涙が出そうなくらい天才的な美女で大好きです。かっこよすぎるし、綺麗だしなんかもう美って言葉しか出てこない。飾られるべきだよどっかの美術館で、など称賛するコメントが多く寄せられていた。山本は、昨年、約3年半ぶりとなるアルバムをリリースし全国ライブハウスツアーを実施するなど精力的な活動を見せている。また、5、6月にソロとしては初のアジアツアーが開催されることも決定。広州、上海、大北の3都市で4公演が予定されている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。